もう多分写真を自分が多分見た時に、あ、これが本当の僕ですって言えるような写真があると思います。だから自分自身もちょっと見たことのない自分がそこにいる気がするし、だからといってこう今の自分に何かを貼り付けたというか、こうカメラの前だからということで取り繕ったものじゃなくて、本当に自然体の自分が今どの立ち位置に立ってるのかなっていうのが感じられるものに多分なってると思うんですよね。しかもこういつもやっぱスポーツウェアを着ることが多いんですよ。そういうこともとても良かった気がします。これは僕の中ではもう一番の重要視してるところ、壊れない体作り、そしてこう自分の全力値、限界値ってものを知ることが大事なんですよね。どことどこの筋肉がつながっていて、ここを動かすためにはここを意識すればここが動くんだとか、整体師とか理学療法士とかそういう先生たちと共に一緒に勉強して、日々自分の体で実験もしつつやってる感じですね。人生のためでもあるんですけど、こう役者やる時もそうですけど、やっぱ役をやるってなるとセリフとか言葉を皆さんこう多分重要視しがちだと思うんですけど、語らずともその人が持っている人格だったりとか生きてきた時間だったりとか、その役の中の人が僕の肉体なんだけど、その役のふるさとが僕の体から見えるっていうような状態を作れたらいいなと思って、時代的にやっぱりこうスポーツウェアとかスポーツブランドとかいろんな人たちがもう一度こうすごい日が当たってるじゃないですか。動きやすい服装をして日々会社に行こうとか、休みの日でもこうだらっとしたものじゃなくて、いつでも動き出せるような服装をまずするっていうのも一つ形としては大事だと思うんですけど、身につけているものから多分その心が生まれていくみたいなことの中ではあるので、だから若々しくありたいならスポーツウェアを着た方がいいですって僕は思っている。